南奈緒は、日本の実業家。株式会社大蔵代表取締役会長。株式会社大島造船所最高。代表取締役会長。株式会社銀座クルーズ。代表取締役相談役。日本中札地理共和国名誉領事。旧姓は勝沼。株式会社、阪急百貨店での勤務を経て、株式会社大島造船所社長。 株式会社大阪造選手社長などを歴任した。1935年、大阪府にて生まれた。上京して、慶応義塾大学に進学し、法学部の政治学科にて学んだ。1957年に、慶応義塾大学を卒業し、学士号を取得した。同年、阪急百貨店に入社し、デパートマンとして活動する。また、阪急百貨店の会長であった。 清水忠氏の秘書を務めた。9年後、同社から大阪造船所に転じた。1970年、大阪造船所の取締役となった。1973年には、大阪造船所の子会社である大島造船所にて、取締役に就任した。1977年に、同社常務。1980年に、同社専務。1988年に、 同社副社長、1989年に同社社長に就任した。当時の造船業界は、造船不況とも呼ばれた苦境に立たされていたが、南は選択と集中政策を採用し、バラ積み貨物専用船の製造に特化する経営戦略を打ち出した。また、円高による苦境を見越して社内に非常事態宣言を発令した上で、その危機感を 従業員らに浸透させるため、従来は、形容がためらわれることが多い、Z 機を、あえて形容するなど、斬新な策を打ち出した。1990年、大阪造船所の会長に就任した。1993年には、同社の社長に就任した。1995年には、大島造船所の最高代表取締役に就任し、2009年からは、 会長も兼任している。また、1999年には、地理から名誉領事に任命されている。現在も、大蔵の代表取締役として、大蔵グループを率いている。なオの妻は、日本の三大十億一万長者と歌われた、南俊治に連なる一族の出身である。なオと、同じく慶応義塾大学の卒業生であるが、在籍した学部は異なっており、 同大学の経済学部を卒業し、経済学志望を持つ。また、かつて、大阪造船グループを率いた、南加樹は、なおの学譜にあたる。義王子の南安夫は、大阪造船所の副社長をはじめ対応成功の会長などを歴任した。東洋オリーブの社長などを歴任した、南信行は、なおの娘婿にあたる。長女の南安子と次女の南久子も、 実業家となった。その他、太陽成功の専務などを歴任した、南玄一は、安尾の長男であるため、尚の義重帝に該当するなど、著名な敬類縁者が多数存在するため、下記の一覧では、尚の親族に該当するもののみ記載した。ありがとうございます。